皆さんおはようございます。ゴスペルアワー人生の証のお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉によって人生の問題から救われた体験談をゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。 NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。ゴスペルアワー人生の証。ゴスペルアワー人生の証。ここからは証のお時間です。証とは、神様を通して癒された、救われた方々の体験談です。さあ、今日の証人のお話を聞いていきましょう。おはようございます。私は糸満市内に住む稲福と申します。今日は私の人生の証をお聞きください。私が教会に行くきっかけになったのは、子供食堂が始まりです。しかも通勤道でもあり、子供食堂の看板をよく見ていました。はじめは、教会というだけで入りづらさもありましたね。私は、パート勤務の仕事をしていて、職場の社長からお菓子をいただくことがあり、あまりの多さに食べきれず、期限切れになり、ああ、もったいないと思いつつ、人にあげることもできず、捨てていました。そこで教会の子供食堂に差し入れをしてみてはと思い、教会に持って行きました。教会の牧師さんも心よく受け取ってくださり、ありがたいことだなぁと思いました。それから、見ず知らずの私のために祈ってくれました。そして牧師さんが一言、いつでも教会へ遊びへ来てください。と言っていただき、今では楽しみの一つになりました。教会に行くようになると、だんだん心が穏やかになってくる気がします。教会の神様は、イエス・キリストという方で、小学生の頃、育ての親からよく聞かされていたのです。子供の頃の聖書のお話を、面白く楽しく育ての親がよく話していたのを思い出します。また、私は歌が大好きでしたので、特に賛美歌が好きで、中学生の頃には賛美チームに入り、クリスマスやらで歌わせてもらうこともありました。美しいハーモニーに心も酔いしれながらという感じでしたね。教会に通うようになると。友達もできます。皆さん立派なクリスチャンの方々で、礼拝のない日でも教会へ行くと素敵な笑顔で迎えていただきました。ありがたいことですね。それからというと、自分で聖書を購入し、ほとんど毎週に日曜礼拝に参加をすることになりました。中学生の頃に聖書をいただいた時には、よく聖書の意味など知らずに、ただお守り代わりに持っていたという感じですかね。それもいつの間にかなくしてしまいました。でも大人になった今、教会にまた出会いましたので、聖書の勉強をもう一度したいと思い、通ってるという感じです。
以外に聖書を読んでいますと、いろんなことが起こります。心が穏やかになったり、自然と涙が溢れ出したりして、びっくりしたりしますね。私の心が一番涙した箇所があります。それは、ヨハネの黙示録、三章十節から十一節なんですよ。聖書はこう書かれていました。十節、あなたは迫害にもめぐ、じっと忍耐して私の教えに従ってきました。それでも、すべての人間を試すために、全世界に襲いかかる苦しみと試練の時に、私はあなたを守ります。十一節、見なさい。私はすぐ来ます。今、手にしているわずかなものを、しっかりと握りしめていなさい。自分の冠を誰にも奪われないためです。自分がとても疲れていたことに気づかないでいたのです。生きていくことに必死だったからです。教会の牧師さんは言います。イエス・キリストの愛は大きな愛だ。偉大なお方ですと教えてくださります。聖書の中には救いの言葉がたくさんあります。愛することについてという箇所がたくさんあります。聖書を読んでいると、私も愛される資格があるんだなと思います。礼拝では牧師さんのメッセージというのがあります。そのメッセージも笑いあり、涙ありで、とても楽しく過ごしています。人間の心って、あまりにも弱すぎて、安定しないものだと思っています。まるで空のようにコロコロと変わるものだと思います。日々の安定を求め、教会に行くのです。そして、たまには礼拝のない教会で、ぼーっとすることもあります。シーンとした教会の中もまた、心が落ち着き、良いものだなぁと感じています。また、嫌なことがあると、お祈りをすることもありますが、教会の神様に、イエス・キリストに伝わっているように思います。自分の人生の中に、安心感があるというのはとても幸せなことなんですね。聖書の教えを今後の人生に生かしつつ、教えを守りつつ、しっかりと残りの人生を歩んでいきたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。私の心の内に戦いが許されても見えることが不可能に思えてもあなたの言葉に立ち続けます全部の信頼をあなたに置いて私は今日も進みますあなたが共にいるから私の心の内に戦いが許されても見えることが不可能に思えてもあなたの言葉に立ち続けます信頼を
あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。ゴスペルアワー、人生の証。世界のベストセラー、聖書。それは神様からのあなたへのラブレターです。今日は聖書からこの言葉、マタイの福音書16章16節。シモン・ペテロが答えた。あなたは生ける神の子、キリストです。アーメン。今日の聖書のお話です。イエス様ってどんな人なの?と聞かれたら何と答えるでしょうか。イエス様は神様で、私たちのお祈りを聞いてくださる方。私たちを愛してくださる優しい方だよ。罪を許してくださる方だよ。そうです。イエス様は素晴らしいお方です。ペテロはそんなイエス様についてぴったりの答えを言いました。ある時、イエス様は弟子たちに質問をしました。人々は私のことを誰だと言っていますか?弟子たちは、イエス様はバプテスマのヨハネの生まれ変わりだと言っている人がいます。昔の偉大な預言者エリアだと言っている人もいます。別の預言者のエレミアだと言っている人もいます。バプテスマのヨハネもエリアもエレミアも神様の働きをした有名な預言者です。イスラエルの人たちはそのような預言者たちの生まれ変わりだと考えていました。イエス様が神様のことをわかりやすく教えたり、不思議な力で病気を治したりしていたので、イエス様は神様から特別に力をいただいている預言者なのだろうと思っていたのでしょうね。次にイエス様は私を誰だと言いますかとお聞きになりました。あなたは生ける神の子、キリストですとペテロが答えました。ペテロの信仰告白を聞いてとてもお喜びになりました。あなたは幸いな人です。天のお父さんである天の神様が正しい答えを教えてくださったのです。ペテロの答えは大切な二つのことを私たちに教えてくれています。まず一つ目は、生ける神とは生きている神様という意味です。イエス様が神の子だということです。イエス様を人間だと思っている人たちがいます。昔の立派な先生の一人だと考えている人たちがいます。それは間違いです。イエス様はこの世界をお作りになった本当の神様の一人子です。もう一つは、イエス様がキリストだということです。キリストとは救い主という意味です。イエス様は神様が使わしてくださった救い主です。神の子なのに人間となってこの世界に来てくださいました。そして私たちの罪を許すために十字架にかかって死からよみがえってくださいました。このイエス様を救い主として信じる人は罪を許されて天国に行くことができます。イエス様は
私たちを罪から救ってくださる救い主なのです。さあ、ペテロの答えの意味がよくわかりましたか？皆さんも神の子であり、救い主であるイエスを信じる思いが与えられましたか？私はイエス・キリストを信じますと言い、洗礼を受けてから、いろいろな問題を通して、口先だけで言う、生ける神の子、キリストです、ではなく、神様に導かれ、真の信仰告白に変わっていきました。まず、前の夫の暴力に耐えきれず、夫が許せなくて、信仰の足りなさから離婚しました。神様は許しなさいと言っているので、祈って祈って、数ヶ月後、許そうという思いに変えられた時には、感謝の思いが溢れてきました。次に、奇跡も信じていると言いながら、いざ自分が声が出なくなった時、ポリープができているから、手術しないと治りませんと病院の先生の言葉を信じてしまい、あ、一生声が出なかったらどうしよう、手術をするのが怖いと恐怖心が心を締めてしまいました。半年後、聖書の御言葉により、あなたの叫びは神様に届いたと心の中に入ってきました。神様の憐れみにより、神様が癒してくださったのです。私は改めて癒し主イエス・キリストを信じる思いが与えられたのです。そして白血病になった時、薬の副作用から40度の熱ができた時のように、体がだるく節々の痛みが半年ぐらい続いたのです。祈っているうちに、生きるのもキリスト、死ぬのもキリストと、これからの生涯、イエス様のために生きていこうという思いに変えられていきました。問題を通して、口先だけの生ける神の御子、キリストではなく、ペテロのように真の信仰告白に変わっていったのです。イエスを私の救い主と信じ、告白し続けて生涯を歩むものとなりましょう。お祈りいたします。イエス様が神の御子で、私の救い主であることを信じます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今立ち上がれ、主に選ばれたものよ。
NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。ゴスペルアワー、人生の証はいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチは、あなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、依存症、統合失調症、金縛り、悪夢を見る、サーダカリ生まれなどの霊的な問題の相談を受け付けています。これらの問題にはほぼ悪霊サタンが関わっています。問題に悩まされている多くの人々が悪魔から解放される必要があります。私たちの教会では悪魔払いをやっています。病気や霊的な問題でお悩みの方は、毎週金曜日夜7時半から癒しの聖会を行っていますので、那覇市あけぼの 3-6-24 沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは、毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。祈り会は毎週水曜日午後2時からと午後7時半から2回行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチは、那覇市あけぼの 3-6-24 電話番号098-988-4782、ファクシミリ098-988-4787、メールアドレスは info@betania.jp で、質問や相談も受けたまわっていますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー、人生の証は毎朝放送しています。また明日、同じ時間にお会いしましょう。